だってやっぱり歌って声しゃべる。まあオーガニックフェス、フェスね。ちょっと一回聞いて。録音を開始しました。もんちゃんも今。私はね、違う、オンラインだとまた羽織るんじゃないかなと思って。あ、そうか。私はだって今日ほら、あれがない、ペーパーがないから、そのレジュメ見てる。うん、で、こっちもつなぐつもりでいる。あ、本当に。こんな近いとダメかもしれないから、ちょっと話した方がいいか。うん、2つあった方がいいかなと思ってるんだけど、誰のマシンかなと思って、それもみえちゃん持ってきてくれたのね。そう、ありがとう。やっぱりね、あった方がいいかなと思いました。で、用意しておきます。誰でこれ1個使ってもらっていいし、あれ風の家で来てんのは、あ、これだ、これが風の家で来てるから、はい、さい。僕今ね、この辺用で、あ、やっぱ羽織るな。やっぱり羽織る。ここに。隅まで持って。この間ね、ここで筑波大学の子たちがなんか会議っていうかね、で6人ぐらいでどっかとつながってやってたんだけど、最初ちょっと入ってたが、その後はずっと普通にそれぞれ各自発表してみたいな感じでやってたんだね。このパウリングはなぜか私もくれないよね。はい、どこかでね、今のみこさんは何してたの、ちょっとこう人が、すごい状態になってるんだけど、多分ね、今ね、スピーカー向けたからだと思う。やっぱこうした方が変わんないんだ。あ、関係ないか。すごい、なんか UFO みたいになっちゃってる。あ、ごめんなさい。9回目になるんですけども、なんと1周年記念です。志田さん、覚えてますか？昨年の9月30日が第1回目で始まって、まあ、2回、まあ、最初ちょっと何回か、まあ、なんていうの、日数が空いた時もありましたけれども、今回、先月8月ぐらい休んだから9回目なんですけれども、休まなかったら今回が10回目で、なんと1年間お話し会を続けてきて、ようやくその時の意見が一つこの11月のマルシェっていう形で、まあ、第一ステップはそこがやり遂げることによって次のネクストステップに上がれるかなっていうところまで来て、これも本当に皆さんのご協力と志田さんやひとみさんなんかのいろいろ毎回支えてくれる力があって来れたなと思って、非常に私たち今、あ、1年経ったねっていうことで感動してたんですけども、また力を合わせれば、なんていうのかな、こういう私たち市民のちっちゃい活動が、まあ、一つのね、結果っていうか形になってできるんだなっていうことが実証できるんじゃないかっていうのをすごく感じているので、これからも皆さんよろしくお願いいたしますということで、はい、
っていう感じです。じゃあちょっと一周年記念で見えちゃうからもう、はい、えすいません、今すごいごめんごめん打っててすいません、なんか急に話を振られた。1周年、そう、全然1周年って気がついてなくて、さっき教えてもらって、あ、もう1年経ったのかっていうのが、もう本当正直な気持ちで、でもね、本当1年経って、虹のマルシェが本当に形になってきて、素晴らしい出展者さんが集まってくださって、でね、チラシも第1弾2000部刷ったのが、もうほとんどないんですね。そうなんです。皆さん、さんのお手元にまだ届けてないので、すでにこう、ごめんなさい。第2弾を今作成中で、印刷はまだなんですけど、そんな状態で。でちょっと実は今、いろいろそちらの方でバタバタしていて、日々、まあ、新しい話とかもいろいろ実は舞い込んできていまして、まあ、そんな関係もあって、議員さんとのお話し会とかの連絡がなかなか滞ってしまっていて、それで今メールを今必死に打っていたという、ちょっとお恥ずかしい状態で、参加者少ないかもしれない。そうなんです、参加者さんが今集まってない状態でのスタートになってしまったんですが、そうですね、そう、いや本当にマルシェ初めてだからね、よくちょっと自画自賛っぽくなってまあ終わってもない、まだ始まってもないのに頑張ってやっててますし、これからもやっていきたいと思ってます。今日もね、風のマルシェ、あ、そうですね、ね、いっぱいお客さん来てくださって、はい、皆さん残念ながらでしたけど、結構皆さん、はい、先月っていうか前回の7月が非常に暑かったので、お子様を連れたお母さんたちがちょっと少なかったんですけれども、まあ、今日は過ごしやすいっていうところもあり、嬉しかったのはグランテラスでチラシを見たっていう風なご家族、ファミリー4人でお子さん2人と若いお父さんとお母さんが小山市から来てくれたっていうのがあってね、すごいちょっとそれは嬉しかったです。そういう風に発信をしていけばやっぱり届く人には届くんだなっていう気がして、すごく興味持ってくれて、お野菜たくさん買っててくださったしね、子供は何だっけ、パプリカ、ね、いっぱい選んで、かわいかった、かわいかったね、やっぱりああいう姿見てると本当嬉しいよね、やっててよかったなって思う、はい、本当1年おかげさまで1年ありがとうございます。よろしくお願いします。でもおざなりにならないようにこちらも力を入れていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと引き続きすみません、はい、メールを。じゃあ、あれ、今来てる参加者さん、志田さんと、あ、ここと、そうか、3人か、そうだね。はい。ですね、じゃあ、そう、ぼちぼち始めますが、今日のアジェンダとしては、前回の、まあ、いつもの感じで、前回の振り返り。マルシェのプロモーション戦略についてっていうのと、今日のはマルシェの意見交換としてはマルシェの全体像と今後の展開についてっていうのを考えたいと思います。はい、ではざっくり前回多分志田さんはいらっしゃらなかった、7月の31日だったんですけれども、プロモーション戦略について考えようみたいなことを話しました。効果的な、宣伝と収益プランについてっていう形で、アナログ的には、まあ、チラシとか DM とか口コミ、お客さんを連れてくるっていうのと、まあ、デジタルではサイト、SNS、まあ、SNS、まあ、インスタ、Facebook、LINE とかっていう感じが考えられるなっていうことで、まあ、アナログではチラシ、当然、これ第1弾2000枚刷りました。でポスターは今日ちょっと、まあ、これの拡大版が A3 でポスターっていう形で、もうすでにそれは100枚しか刷ってないんですけれども、60枚ぐらいは配って、皆さんもう貼ってもらったりしています。で、まあ、非常にこのチラシのデザインが、今日はちょっと不参加なんですけど、まあ、畜生オーガニックプロジェクトに
まあ、スタッフとして参加していただいている、まあ、ウェブデザイナーの沼尻さんという方がいらっしゃって、でその方に、まあ、作っていただいたっていう、まあ、ロゴとかもそうなんですけど、一応この虹のマルシェとかの虹のマルシェのロゴが愛で、7色になっていたりとかっていう、まあ、ちょっといろいろ私たちなりのこだわりもちゃんと反映していただいてる、まあ、だから、まあ、非常に今までに、まあ、グランテラスには実はまだ置いてないんですけれども、まあ、チラシのクオリティが、まあ、そこそこ、まあ、良い感じなので非常に評判も良くて、すでに2000枚を、グランテラスに200枚置く予定なんですけど、それを含めて2000枚を今現在配り終わっているという状態です。はい、実はだからまだ全員出店者様も全員にはお手元にはないんですが、まあ、こうもう一段階作ろうとしていて、後ろの出店者さん情報とか、当日の会場レイアウト、どこの出店者さんがいますよっていうようなことを想定したチラシを作ることを今考えているので、それを第2弾は10月の10日ぐらいを目指して今進めているっていう状態です。それとデジタルというとサイトは、モックっていうか、まあ、簡単なサンプルのは作りました。ですがまだ情報自体はこれから構築中なので、まあ、でもそれも1週間とか10月の頭にはそこそこ揃います。でインスタ、フェイスブック、LINE とかは、まあ、すでにあるものをどんどん出店者さんの情報をアップしていくっていうようなことを想定しています。で前回は今日こちらの風の家から参加してくださってる、坂本さん、文科の坂本さんはもうもはや畜生オーガニックプロジェクトもう スタッフとして、ね、なってもらって、もう一緒にいろいろ今後やっていこうという形で、でその時に虹のマルシェはプラットフォームにしたらいいよっていうようなアイディアっていうか、まあ、そういうご提案をいただいて、まあ、PR と認知とそれで集客して売上拡大、まあ、そういう PDCA を回しながらちゃんと利益確保していくことが大事です。まあ、当然継続して一過性のイベントで終わらせるんじゃなくて、私たちの目的はその7世代先の子どもたちに豊かな環境を届けるっていうことがこのところにあるので、決して一回で終わらすっていうことは全く考えてないので、まあ、いろいろ、ある種は一つの、そのアウトプットの形でしかないので、それではなくて、いわゆるそのオーガニック野菜とか、有機の、野菜作りの土地、土壌の良くするとか、あと環境保全とか、そういうことについてどんどん広げていきたいっていういろんな形でっていうことを目指しているので、まあ、続けていくのが大事だな。まあ、そのためには当然、経費を含め、すごい莫大的なっていうことは当然あれですけど、ちゃんとペイできるような形では継続していかないといけないなっていうのはすごく大事だっていうのは非常に感じてます。はい、っていうようなことを前回ざっくりみんなでいろんな意見をもらいながら話しました。でその中に具体的に、そうだ、議事録、そっか、議事録を見ればいろんなメディアのアプローチ先とかを一応出していただいたのがあるんですけど、詳しくは皆さんにお送りした前回の議事録を見てほしいんですが、例えば FM、茨城とか茨城新聞、ケーブルテレビ、うらら、あとなんだっけ、あと NHK 水戸とかね、あと地域のフリーペーパー、例えば西本とか、あと今見たこれか、下妻の、なんか下妻フリーパーとかっていう、まあ、これも地域のフリーペーパーになると思うんですけど、ああ、これ、今、前回出たけど、全くごめんなさい、リサーチしてないものを今、目にしてしまった、大感謝祭のチラシとかっていう、覚えてる、兄ちゃん。私それ自体がちょっと全然目にしたことがないから分かんない。それ多分時期があるから、そう、今回は無理だねって言ったら違ったんだね。あと、まあ、ママエンジェルさんとかっていう、まあ、全国ネットみたいな人たちに取材を依頼してもいいんではないかとか、
開放誌に情報を入れてもらって、四つ葉盛況さんは、実はチラシの PDF はお送りしました。それでそれを上司に決裁をもらって、どうする、あと上司に確認するみたいな話までは一応していただいてます。はい、野原さん、森の扉の野原さんには渡してきたんだもんね。うん、渡してきて300部くらい配ってくださるそうです。素晴らしい、はいはい。まあ、そういう、開放誌、まあ、森の扉さんは配ってくださる、四つ葉盛況さんもある程度ご協力いただく。ちょっとパルシステムコープはちょっとまだ当たれてませんということ で、ロータリークラブのプレゼンというのは実は9月21日に設定はされてたんですけれども、コロナの関係で中止になりました。ですのでちょっとここはできてなくて、協賛金はまだ全然ちょっと募集ができてないっていうような形があります、はい。ですが、このいろいろこういう意見をいただいたので、なんとかできたんで、あとプレスリリースは作って、いや、まだ作ってませんけど、プレスリリースは用意して、それをメディア各知り合いとか、あとできるだけ無料で配信してくれるところはそれを配信して、当日の取材とか、あと今後の活動を何ていうのかな、アウトプットできるような形で当日の取材を誘致するということは考えてます、はい、っていうような状況が前回のお話でした。はい、それで何か補足ありますか、前回参加してた坂本さん。はい、いや、特にないです。ないですか、はい。はい、あ、まあ、まあ、大丈夫です。大丈夫ですか、はい。志田さん、今のなんとなく前回のお話聞いて、何かもしあったら。なんか増えてきてるの、あ、本当、うんうん、あ、本当だ。とここだ。あ、高田さんと、あ、高田さん、あ、高田さん、ひとみさんが来てくれて、はい、増えました。はい、ありがたい。ありがとうございます。小村さん全部入ったんですか。本当だ。あ、すごい。はい。なんかすごい黄金のメンバー、ありがとうございます。本当だ、本当だ。本当だ。こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。今、あの前回の振り返りっていう形で、プロモーションについてというか、このお話をしてました。はい。それでは皆さん、あの、まあ、そろっと。聞こえてますか？大丈夫ですか？聞こえてます。OK ですね。はい。小林さん、今日も、あれですか？グランテラスですか？サバですか？今は違います。違う。もう分かります。違うけど、外。はい。よかったです。何かな？はい。ご挨拶する。あ、ちょっと一応参加者を。うん、はい、一言ずつということで、はい、オーガニックプロジェクトを一緒にやってます。で、さっきもお話ししてたんですけど、今回9回目なんですが、9月、ひとみさん覚えてると思うんですけど、9月の30日が第1回なんですね。なので、なんと私たち1年間続けてこれました。それでちゃんと挫折することなく、一応市民のみんなでやりたいことを一つ形にしようと言っていた、意見が多かったそのマルシェをやりたいっていうところから、まあ11月7日に虹のマルシェバーベラスでやるっていう、本当にこの半年の中で続けてきたことが一つ形になって、もうあとは実行、当日はまだ迎えてませんけれども、もうこの実行できるっていうね、その形にすることができて、まあ、非常に感動というか、やっぱり力をあればちゃんとできるんだなっていうことも、もう身をもって体験ができた貴重な1年間で、引き続き受けていきたいと思っていますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。畜生オーガニックプロジェクトの相馬です。
つもお世話になってます。ありがとうございます。おかげさまで1年間いますし、あの風のマルシェの方もおかげさまで4月から、から5回、開催してきて、でまあ、固定客っていうか、本当にありがたいなって思うとともに、もうなんかそういうものがやっぱり求められてるんだなっていうのも感じられるので、これからも引き続いて道に長く、育てようかなと思ってます。よろしくお願いします。はい、はい、真岡市に住んでおります坂本と申します。よろしくお願いします。マルシェの方にも、風の家のマルシェの方にも参加するようになりまして、後上さんや、相馬さんと、まあ、楽しくやらせていただいております。で、あの活動していく中でいろいろ見えてきたことはですね、あの地域の人とこうつながっていくと、まあ、自然とあの人と人とのつながり、まあ、そしてあの、まあ、団体としての発言力とか影響力とかも、まあ、強くなっていって、まあ、そういった地域の人の集まりが、まあ、筑西市なんかの政策提言なんかにおいてもあの説得力を持ってあのいけるのではないかなと。こういった市民の活動というのが、まあ、地域を変えていくというか、地域を作っていく、まあ、そういうふうな位置づけになると思っております。そういった意味でですね、あのここで、関わらせていただいたことを、また僕が住んでいる真岡市などの活動にも行かせていけたらいいなというふうに考えております。じゃあよろしくお願いいたします。ありがとうございます。葵です。かわいい登場。あの坂本さんの後で立派なことも何もなく、ただただ楽しく美味しく幸せに笑顔になれる、それを目指して頑張りましょう。いいね、一番いいと思います。ありがとうございます。じゃああ、すみません、石田さん。はい、お疲れ様です。よかったらご挨拶を。お疲れ様です。茨城県議会議員の石田恵美子です。お世話になっております。ちょうど話し合いが始まって丸1年ということで、やっとあの形が見えてきたこと、とっても嬉しく思っております。11月7日のオーガニックマルシェに向けて、あのみんなで力を合わせて、筑西市からオーガニックな体に優しい、そして地球に優しい活動をあの目指していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。心強いです。心強いです。ありがとうございます。はい、では本日のテーマなんですけれども、まあ途中経過としては、まあ、出展者も全部決まりました。で、会場のレイアウトは、まあ、ここは共有でいないか、会場レイアウトも決まりました。で、ダンスとか演目ももう決まって、あとワークショップも内容も。共有するレイアウト一瞬共有できるといいかなと思うんだけど。共有してみますか。ちょっと共有を。で、会場レイアウト図をすぐ共有しますね。ちょっと待って、どこにあるかをまず探さないといけないので。ちょっとじゃあごめんなさい。はい、じゃあちょっとその間、ちょっとつないでおきますね。はい。共有してもらう。で、まあ、ワークショップズ、幸田さん SDGs のワークショップをやっていただくんですけど、そのワークショップは、まあ、グランテラスでいうところのステージ上に、一応ワークショップ、あそこにテーブル持って行って、ワークショップ会場として、一応今3つ、そこを使うのは3つです。SDGs の、新聞紙でエコバッグを作ろうっていうのと、朝たわし
朝たわし、朝を編むこと、朝ひもを編むことによってできる朝たわしで、体とか環境、体じゃない、環境に優しいたわしを作りましょうっていう朝たわしのワークショップと、あとアトリエピッカさんの、ひょうたんを使った子どものひょうたん人形っていうおもちゃ、まあ、そういう人形だ、ね、ひょうたん人形を作りましょうっていうのを3つがステージ上でのワークショップとして考えています。はい、であとダンスエンタメ結構あるんですけれども、ですね、10時からオープニングバグパイプ、で 10時10分からクリスタルボールの演奏で、11時からはワークショップ、ラのワークショップで、12時からベリーダンス で13時からはさっきワークショップをやった人のクラのソロダンスで、14時からはアフリカンダンス。ひとみさんもアフリカンダンスは参加されるんですか？で、その14時からのアフリカンダンスは結構大人数で、盛り上げていただけるっていうふうに聞いてます。はい、で15時からは、歌おうかお母さん、ナナさんのライブっていう形で、一応1時間ごとに大体3、40分、1人、あとは、バグパイプとクリスタルボールを除いて、だいたい30分から40分ぐらいのステージを芝生、広場の中央部分でをステージと見立てて、開催エンターテインメントスタートするようになっています。はい、でキッチンカーブースには 1,2,3,4,5 台、ガレット屋さんとかピザの、オーガニック野菜を使ったレインボーさんのオーガニック野菜を使ったサラダとピザを出すピザ屋さんは東京からコーヒー屋さんとハンバーガー屋さんとたこ焼き屋さんの、まあ、今までグランテラスには出たことがない方々ばっかりなので、ちょっとこれは美味しそうというか、私も全部食べたいなというような感じです。はい、共有できます。はい、じゃあ、今話した感じでこういう形になります。皆さんグランテラスの状況というか、グランテラスの場所はご存知だと思うので、中央ステージのところに3つのワークショップエリア、そこステージはまあちょっと高くなっているところをワークショップエリアとしています。でここ今多目的室からテーブルを運んで、テーブル椅子を運んで、そこを使って、開催します。それぞれ各ブースごとに、結構ステージね広いので、3つぐらいやってても全然邪魔にはならずに、できます。それは大丈夫です。でキッチンカーエリアはその左で、ここにはねちょっと書いてあるか、そうキッチンカーエリアの芝生エリア のキッチンカー寄りのところに本部として COP のインフォメーションを持って、私本部テントをそれでこの芝生エリア全体に、各出店者さんがこういう状態でバラバラにばらけるっていうような状態です。で一応なんとなくカテゴリーはそれなりにちょっと考える、近いものを近くしてる、レインボーフューチャーさんやまあ野菜さんがまあオーガニック野菜、ああネモちゃんファームもそうですけども、この辺は本当に有機野菜を販売してるところで、でシュハリさんは、笠間の笠間じゃない、宇都宮のロースイーツ、ロースイーツの、はい、お店です。はい、のピュアハニーファームさんはいつも風のマンションに出ていただいてる松本ゆかりさんの 100% 純日本蜜蜂蜂蜜さんです。はい、と宝崎屋さんと四葉盛況さんは、これは有機の加工食品、加工食品を醤油とか味噌とか、そういうものですね。醤油味噌、そういう、はい、オーガニック の、 オリーブオイルとか、まあ、そういうものを主に扱っているので、宝石屋さんはそういうものとプラス
果物、フルーツをお持ちになるということです。提供さんは完全に、加工食品。で、暮らしの場ココさんは、パンティーとかが飲めるっていう。自家製です。全部、すべて自家製のハーブティーが飲めます。はい、飲めるという感じです。スーパン工房井上さんは、畜生地で、ずっかけだけやってる、有名なパン屋さんで人気店なんですけど、日曜しかやってない。まあ、ここの当日も日曜日なんですが、日曜しかやってないんですが、まあ、普段行けない人が、もしかして、こう、ね、初めて見ました。ここで会えるかもしれない。あるし、みのりさんの目玉は、普段作ってないオーガニックのパンをこちらでは買えるので、特別にこのマルシェのためにオーガニックのパンを作ってくださるので、はい、はい、本当にそれで今ちょっとサンプルをやって試していただいている状態です、はい、でリアンさんもロースイーツの小山のリアン、ロースイーツのお店、ロースイーツとあとは普通の、普通のというかなんかカップケーキとかそういうのを作られてるんですけど、こちらも普段はなんて言うんだろう、まあ、普通の小麦粉を使ってケーキを作られてるんですけど、スペルト小麦っていう古代小麦、アレルギーになりにくいって言われてる小麦粉を使って今回は出店してくださることになりました。はい、ユータさんもこの趣旨に賛同していただいて、今回初めてのそういう、うん、原材料であったり有機の素材を使ってやるっていうことで、まあ初めての、まあ、チャレンジなんだけれども、それを楽しみにしていただいているので非常にありがたいなと思ってます、はい、それとスラックライン側にこちらになってるのが、まあ、どちらかというと一般の食以外の方が、牛の花子は切り毛が有名、シダラさんも、シダラさんだから、はい、そうですの、下駄をはじめ、まあ、雑貨を持ってきていただけます。その隣のカヤさんはこれは、はい、はい、なんかシダラさん今、すいません、はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。大丈夫です。はい、はい、カヤさんが笠間の、はい、超有名なスイーツのお店が、すいません、なんか子ども食堂の有野美さんの方から、はい、オーガニックの食材をどこで調達したらいいですかって相談がありまして、はい、ありがとうございます。もしくはもし安く提供してくださったり、もういらないものが、まあ、オーガニックで作ったものがあったらぜひ、はい、もしくはもちろん購入しますからっておっしゃってくださってるんですけれど、いやもうぜひレインボーフィッターさんをつなぎさせていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。はい、はい、すみません、坂本です。はい、僕は反貧困ネットワークの方でも活動しているんですが、そのつながりでフードバンク足利と一緒にもつながっておりまして、はい、フードバンク足利では、食材をですね、まあ、いろんな企業さんとか行政だとかいろんなところから集めまして、そういったものを、まあ、子ども食堂にも配布はするんですが、いろいろ横とのつながりを大切にしたいということで、今の、まあ、筑西市でやってる子ども食堂の食材とか方法の提供というのにも、協力していただけると思いますので、もしよかったらお話ししたいと思いますが、どうでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。わかりました。じゃあ、はい、伝えておきますので、はいはい、集まる野菜によっては今のところカレーを作ろうかなって考えているところなんですけれど、はい、はい、集まる野菜によってはちょっと変更したりして、はい、テイクアウトできるようなもので作ることを考えてます。はい、わかりました。はい。で、かやさんと、まあ、その隣が、レックスフィールズさんは、これ、リネン服、1年着られるリネン服ということで、リネンの、まあ、いわゆる朝ですね、素材の服とか、雑貨を持っています。この隣の一般張りアートショップの泉凛さんは、ここはダメ。
そういう多分で、でも当時の何点か持ってきていただいて、やっぱりそのやり方をね、素敵です。一番なんかね、のワークショップでそれを体験できるワークショップをここのブースの中でやっていた感じです。はい、ありがとうございます。で、本部のそばに、お茶の水チャイの、あの、須田さんの、ももさんの、はい、あの、4人の中学1年生が、はい。はい。中学すみません 4人の中学1年生が、はい。月曜日にあの子ども食堂にもあの試食で届けるので風の家さんにもお届けします、はい、ありがとうございます。楽しみ、はい、楽しみにしてます。はい、まあ、子ども食堂さんとシャミシャイさんは、まあ、一つの、まあ、テントっていうかところでやっていただくという形で、はい、ここでお願いしたいと思います。と、まあ、本部に近いところに辰野さんの見学楽園の、まあ、ここはお野菜なんですけど、うんうん、まあ、いろんな意味で近い方がいいかなっていうことで、はい、まあ、そんな感じで、まあ、なんとなくカテゴリーは分けてますが、かといって全部集約するんではなくてばらけて、いろんな、要するに来たお客様が一周できて、なおかつダンスとかも 見て、まあ、ずっとあのできるだけ滞在していただけるような工夫をしてます。はい、っていうのが現状。もうこれは一応グランテラスには送って、今週、あ、今週じゃない、来週、打ち合わせ、あの、例えばキッチンカー、どういうふうに、どういうルートで出入りするとか、まあそういう打ち合わせに行くことにはなっています。はい。はい、じゃあ、はい、停止します、ね。ありがとうございます。はい。はい、それでは、本日のメインは、これからなんですけど、こういうふうに着実にもちろんマルシェの内容はあの進んでいて、皆さんもすごくエンタメとかダンスあの参加される方なんかも非常に楽しみにしていただいて、チラシとかも配っていただいているので、それぞれたくさんのお客様が来るのではないかっていうところが一個想定されるんですけれども、まあ、あ、そうだ、それでちょっと話の途中というか、最初にちょっとあのひとみさん、あの例の教育委員会の、推薦でしたっけ、それの進捗っていうのをもし分かったらちょっと共有っていうかみんなとシェアさせていただきたいのでよろしいですか。はい、はい、教育委員会の方には今講演の申請をお願いしてまして、はい、はい、で今決裁待ちなので、まもなく講演いただけると思います。はい、それでまだ決定はしてないんですけれども、はい、で広報誌の方にも載せていただけるようにお話はしてありますので、はい、でもまあ大丈夫かなと思います。ありがとうございます。そういうのすごく非常に大きなやっぱりそのお墨付きというか、それがあるかないかで、まあ、今後 の宣伝とか、うん、プロモーションにも非常に大きい。あと、チラシ第2弾を、はい、公演っていうのを入れられるか入れないかが非常に大きいので、はい、まあ、それは、はい、あと、実際、9月中には出る感じですかね。そうですね、間もなくということだったんですね。金曜日に確認しに行ったらば、もうちょっとお待ちくださいっていうことで、はい。わかりました。じゃあ、はい、あの、はい。それで、はい、ありがとうございます。楽しみに。楽しみに。いただけるを前提でデザインをちょっと進めさせていただきたいと思います。はい。そうですね。ありがとうございます。はい。じゃあ、ちょっとそこをホッとしながら、はい、続けたいと思います。そういうふうにして、多分そうやってマルシェは非常に皆さんに今興味を持っていただいて、人をすごく集まることを想定できるんですけれども、その機会に、要するに今後続けていくっていうことにおいても、だからどうやってね、なんて言うんだろう、このオーガニック あの大切さとか、その今日本の実は環境とかいろんな、まあ、食料あの自給率が低いとか、まあ、そういうことも含めて、まあ、言っちゃうと大きな話なんですけど、でもちょっとでもこの今私たちがやってることで興味を持って、まさにこのあれですよね、気づく、味わう、取り入れると、この3つのキーワードを今回のこのマルシェの
あのコンセプトにもしてるんですけど、気づく、見て触れて聞いて自然そのものの豊かさに気づく、発見、味わうっていうのは安心安全な食、環境に優しい良い影響を与える体験を味わう喜び、で取り入れるっていうのはそのアイデアや体験を持ち帰って個々が自分の生活に取り入れる楽しみっていう風にしてるんですけれども、やっぱそれを、まあ、食べてもちろん美味しかったねって、お野菜すごくまたあれば来るよっていうのは、まあ、それはそれでもちろん大事なんだけれども、もっともう自分ごととして取り入れて、考えてもらう、ちょっとしたことにもうちょっとでも変えて、今までは普通になんか、あ、だからまあ、みんなもちろんあのエコバッグ持参で来てくださいっていうことはもちろんお話はしてるんですけれども、とはいえやっぱり当日そうでもなくて、ポーンとにグランテラスに遊びに来た人は、まあ、そうでもないかもしれないけれども、まあ、ここにマルシェ参加したことによってやっぱりそれはちょっと変えていかなきゃいけないよねとか、行動変容が起こるっていうことにつなげていきたいんですけれども、それを、まあ、今回はもちろんマルシェを中心に考えてるんで、本来ならもっと会場が広く買ったり、もっとスタッフがいたりとか、変な話、初期予算があれば、まあ、そういうことを、お話ししてくれる人をお呼びして、まあ、キーノートじゃないけれども、あの、まあ、講演みたいのを、まあ、多目的室っていうのは一応グランテラスの中にもあるので、まあ、そこにお招きしてお話ししていただくとかっていうのも、まあまあ、もちろんやり方としては可能だし、あの予算とあの人のスタッフがいればできるんですけども、まあ、今回はそういうことをあのもろもろ本当に、みんなギリギリの状態でちょっと一度考えて、うん、実は、2名ほど考慮、ちょっとね、話をしたんですね、はい、して、そうなんです、お声掛けというか、まあ、やり取り連絡したりしてみたんですけど、まあ、予算だったりとか、あとは今の状況から言って、うん、その会場に人を集めるということにちょっと無理がある、うん、というのがありまして、でちょっと今回は断念かなという、で、あのオンラインでやるんだったら、そうそうそう、何もマルシェの日にやる必要がないので、あの大変なだけになってしまうので、だったら別の機会にやった方がいいよねということで、今回はやらない方向で、はい、動いています。です、はい、なのでそのオンラインでやるとかっていうのは本当に日にちを変えれば全然できることなんですけれども、うん、とはいえ、もうちょっと来た会場でその辺のところをあのプッシュできる。例えば、まあ、ちょっと一部、ブースの一部っていうか、もう一個テント借りてもいいんだけど、なんかそういう関係の本だけを置いとくところがあるみたいなね、そういう情報発信の場みたいなのを作るとか。いいそれいいね。今、これ、また、今思いついて、ジャストアイデアで言ってるけどね。そうそうそう、本置いとくはいいよね、はい、うん、とか、まあ、そういうものだけでもいいのかもしれないんですけども、やっぱりあの食べておいしい、なんか触ってだけじゃなく、やっぱりもうちょっともう一歩先進んで考えてもらうようなね、うん、きっかけ作りになるようなあのタッチポイントっていうか、うん、そういうことを少ししたいなとは思うのですが、そのアイディアがまだ私たち、うん、まだちょっと足りてないので、やっと考えられるようになので、皆さんの意見を聞いたり、さっき坂本さんいいことおっしゃってたじゃないですか、坂本さんに言ってくださいよ。まあ、さっきほどの話を聞いて思ったことはですね、今こうやってやってるズーム会議っていうのがあるわけですから、あの一つのところに集まってあの会議をしなくてもまずいいっていうことがありますので、もし社会問題を考える、つまりオーガニックを考えるということは、ただ食べ物を考えるっていうだけにとどまらず、社会っていうものを考えていくっていうことにも大変つながってまして、なぜこういうふうな仕組みができてしまったのかと、でこの仕組みを変えるにはどうしたらいいのかっていうところまで盛んに登っていきますので、あの一朝一夕にオーガニックのどういうところがいいなんていう説明は終わりませんので、こういった会議というものを継続して続けていくことによって、一人一人が、まあ、知識を得て、そして考えを深めていく、これが大切になりますから、
マルシェをきっかけとしてこういう場に参加する人たちを増やせていければいいのではないのかなっていうふうに考えてますので、まあ、その辺、まあ、後上さんをはじめスタッフの皆さんでいいように調整していただければいいのかなと考えています。だからそうですね、要するにというか、今こうやって私たちはこのマルシェのきっかけになった話し家を月一やってるけれども、その来た人たちに向けてみんなが同時に参加できるオープンミーティングみたいな、うん、ズーム会議みたいなものをねやるっていうのもありで、例えばありです、うん、それをの発信をマルシェでするっていうことですね。そうそうそう、だからマルシェに来た人たち、うん、みんなオーガニックについて意見を言いましょうみたいなの分かんないんだけど、ちょっとどういう形、どういうテーマでやるかはともかく、オーガニックについてもっと知りませんかとか、なんか、毎回テーマを変えてやったりしてもいいかもしれない、ね。まあ、オーガニックを考えていくと、例えば持続可能性っていうことも大切になりますし、あと健康っていうところ、で病気を考えていくと、がんとかありますし、女性の不妊症もありますし、あとピーマン。ありますし、子どもの発達障害と多岐に渡っていきます。で、そういうのが危険性があるって分かってるんだったらば、法律で規制すればいいじゃないかと、まあ、一般市民は考えるんですが、しかしなかなか政府がそう動かないとかね、まあ、いろいろね、ここでは言えないこともたくさん、いろんな大人の都合、事情っていうものを、またこれが日本だけじゃなくて国際情勢とか外交っていうところにつながってき、まあ、てしまうので、まあなかなか難しいんですけども、まあ、市民一人一人がしっかりした知識と意見を持つことによって初めて社会っていうのを変えられると僕は信じてますので、そうでなきゃいけないと思ってるので、まあ、こういうふうな Zoom であったり、また勉強会のテキスト的なものは、まあ、YouTube 的なもので、皆さんで編集したものを放送するような形で、まあ、カルチャー番組の作成なんていうのも蓄積してやっていけたならば、まあ、素晴らしいことではないのかなというふうに考えています。オーガニックチャンネルもいいかも。そう、幅が広い、いろいろ考えることっていうのはありますから、うん、そう、私たちが定義したオーガニックってすごく広いじゃん。広いです。だからそれを取ってやるって言ったら、全てが確かに網羅されるような形になるから、そうですね、生活全般だから、そう、そういう、それに根ざして、まあ、少しずつね、企画というかテーマをね考えてって、その今日はじゃあどういうことで話していきましょうっていうふうな感じでやっていけばいいんじゃないのかなと思います。なんか確かに、その第1回目まで何月何日にやりますとかっていうのを決めて、その日付けと、まあ、ズームの URL までは、あ、でもそれ URL は発行しないと、それ持った人が分かんない。公式 LINE に入国しておいて、入国けばいいか。こちらで。うん。そうだね。じゃあそこに公式 LINE と、とにかく第1回、みんなで考えるオーガニック会議みたいな、よく分かんないけど、まあ、そういうようなして、それに参加しませんかっていうのを、チラシっていうか、当日来た人に、で、そしたら、それを、まあ、緩い感じ、月1とかって言ってもあれかもしれないけど、まあ、もっと緩い感じで、うん、まあ、2ヶ月に1回ぐらいに、うん、やるぐらいだったらできるよね。うん、そしたらもう、本当ね、うん、それで、ちょっと、さらにもっと深めていくっていうの。そうですね。それいいね。ね。うん。じゃあ、それは、当日、それを配ることぐらいは多分できるよね。うん。うん。まあ、いい感じ。うん。なんかすごくいいですね。それ、ありがとうございます。かもさん。なんかどうでしょう。皆さん、ざっくばらんにいろんな意見いただきたいんですけど、高田さん、なんかありますか ？SDGs 的に。あと、なんかオンラインでできる SDGs のなんか、まあ、ゲームまでいかなくても、講座みたいな、講座っていうか、ほら、そういうのやったらどうかな。高田さんを講師に。そうそうそう。それだったらいいじゃないですか。オンラインで。どうですか。今ちょっとオンラインのやつ、まだちょっとツールとしては全く考えてはないんですけど、はい、まあ、ゆくゆくはちょっと何か作ろうかなっていうのは思ってます。いいですね。あと、一
はあの県政障害学習センターから依頼が来まして、12月にあの SDGs の講座ここでやったりするんですけど、そうなんだ、うん、マルシェもそういうコースを県政障害学習センターとかでやったらどうですか？どういうこと？ちょっとよく今あんなか、ね、周りがちょっと周りの音声すいません、そうなんです、ちょっと混じっちゃって、よくもう一回お願いします。県政障害学習センターでそういう講座開けるので、はいはい、マルシェとかもそういう講座出してみたらどうですか？あ、私たちが、うん、あー COP として県政の科学研究センターでそのオーガニックって何とかを考えるみたいな講座、うん、茨城県の方にスクールサポーターっていうのがあるんですね。何サポーターですか？スクールサポーターっていう登録というで、子どもたちに手前講座をするような教育ができるんですよ。あ、そうなんですか。スクールサポーターに登録しておいて、はい、あのそういうオーガニック、はい、子どもたちに教えられますっていうのを。あ、それはいいですね。スクールサポーター。スクールサポーター。あー、ちなみに僕もそこに登録しているので、はい、そこから依頼が来た感じですね。あ、そうなんですか。その茨城県に登録するんですか？はい、県の障害学習センター、障害学習センターに登録するんですか？あ、そういう活動がありますね、うん、出前講座、うん、ありがとうございます。子どもたちに直接アプローチできるので、はい、うん、例えば、高田さんの方で、そのマルシェ当日にワークショップの時とかに、こう、なんていうの、まあ、参加者の方にはもちろんなんですけど、なんか他にアピール、こういうふうにアピールしていくといいんじゃないかっていうのありますか？すいません、突然の振りで申し訳ないです。なんか当日来た方にその場でっていうのはチラシとか吸っとけばいいんじゃないやっぱチラシするとかですかね。 QR コード載せとくとか、あ、なんか置いといて Facebook の、うん、あ COP の、 あの、なんだっけ、 QR コードとか LINE グループに、うん、公式 LINE があるからね。公式 LINE、 ね、そういうのに登録するように、あの、まあ、誘導するというのでいいんじゃないですか。でやるときに告知をしていくということで、うん、そうだね。難しいのが、あの人数を把握していくっていうことが難しいんですよね。はい、うん、あの興味がある人はそういうところで見るんですけど、はい、興味があまりない人っていうのは、なんていうんですかね、なかなかこういう機会がありますよってチラシを渡しても、あの見に来ない。そうすると、そういう人のニーズを発掘して、そういう人を自分のところに来てもらうより、なんか施策を考えないと、システム考えないと、広まらないかなと。なかなかそれが難しいところなんですけど、あのそれ開拓、人開拓していかないと、団体って大きくなっていかないじゃないですか。そうですね。気になる人だけが集まって、でそれ以外の人は集まらないっていう、ちょっと閉鎖的な感じになってしまうので、今オーガニックの現状がこうクローズしちゃってる理由かなっていう感じがあるので、ちょっとでも興味あるっていう人が入ってくれるように、帰りやすいようになんかシステム考えて誘導してあげる。システムが、システムは興味がない人に興味付けするシステムって
なんだろうね。なんかね、入りやすくて。一番簡単なのは、登録してもらうとかで、プレゼントあげますよみたいな。はあ、それが多分一番楽なんですよ。なるほど。それは気になってることを教えてくださいって言って、はい、気になってることを教えてくださいっていうのでアンケートみたいなのを取って、でそのアンケートの見返り抽選で何名様にこういうオーガニックの何かプレゼントみたいな。なるほどなるほど。そうすると外のオーガニックの気になることが情報として入ってくるということで、自分たちの新たな切り口になってくると思うんですよね。そこの情報をいかに集めるかということですよね。アンケートはありかもね。なんか LINE で取るかどうか分からないですけど、なんかね、そういう QR でアンケートに飛んで、あ、そうですね、っていうのがあれば面白いかな。いいです ね、 ね、ありがとうございます。早速やりたいと思います、ね、本当そうなんだよね。興味ない人に興味付けとか振り返らせるってなかなかね、やっぱり物かっていうか、なんかあげないとダメかみたいな、そういうことだよね。まあそうだよね。なんかもらえるんだったらとりあえず書くだけは書こうとか、そういう感じになるもんね。それはそうだ。しだらさん、子ども食堂さんっては何かこう当日アピールみたいなのは考えていらっしゃるんですかね。その辺は。あれ、しだらさん、チラシ、子ども食堂のかわいい名刺とかチラシは準備をして、はい、来てくださった方に、はい、はい、私できるように、はい、やっぱチラシとか、そう、やっぱそうなりますかね。そうですよね。そうですね。リアルに渡せるのは、まあ、それぐらいだよね。しだ先生、ちょっとお聞きしたいんですけども、はい、週に何回ぐらい子ども食堂開いているんでしょうか。基本的に毎週月曜日開いてきまして、はい、今、コロナ禍なので、はい、この9月は2回、はい、そこで食事をするんではなくて、食材を配るっていう形にしてます。はい、お弁当配るんですか。ああ、お弁当配る。緊急事態宣言だったこともあるので、はい、なるほど。この月曜日はまた配布です、はい。なるほど。で、その際の食材っていうのは通常どこから仕入れてるんでしょうか。食材は、例えばお米などの場合はもう農協さんからの寄付で新米を毎年いただけるように約束してあったり、はい、あと地元の農業者の方から梨の産地でもありの実って梨の意味なんですけど、ないからありの実って言うんですね。地域の梨農家さんからいただいた寄付であったりとか、はいはい、あと他のフードパントリーさん、アミシードというところで連携しているので、そこでいただいた製造品であったりとか、はいはい、ほとんどいただき物で、はい、お分けしてます。あ、なるほど。で、僕が用意する食材は当日分だけですか。11月7日、はい、その後ももし続けていただけるようでしたら、はい、それはそれは喜ばれると思います、はい。あ、大丈夫だと思いますので、はい、じゃあ野外さんご紹介して、代表の方、野外純子さんって女性の方なんですけど、はい、ちょうど活動始まって丸5年になりますのなって、はいはいはい、これからも頑張って続けていこうってみんなで言ってるので、とても喜ぶと思います。ありがとうございます。わかりました。すごい。じゃあ志田先生 のメールアドレスは、はい、以前名刺いただいて分かりますので、はい、また改めてそちらの方にご連絡させていただきます。ありがとうございます。はい、じゃあよろしくお願いいたします。素晴らしい、はい、すごい一つ心強いです。ありがとうございます。決まってよかったじゃないですか。一番盛況さんが入ってるから、ありがとうございます。じゃあそれは
いいお話でしたね。よかったねって言うの、うん、すごいよかったです。ありがとうございます。ね、こうやってね、人がつながっていくのがね、やっぱり、はい、嬉しいですね。はい、さっき言ってた本置いとくのいいなって思った、すごく。さっき見て読みたい人が、うん、それもう、うん、あれ見て、あ、俺も当日やったらいいじゃんと思って、ね、本棚置いてね、本棚置けばいい、うん、そう、今日風のマルシェで初めて本を持ってきて置いておいたんですね。でもしご興味ある方いたら、あの、そしたらやっぱりすごく好評で、あの、風の家のこの古民家の雰囲気もあるので、あの、上がってのんびりお茶飲みながら本を読んだり、で、あの、買い物が混んでる時もこう上がって本読みながらお茶飲んでられるのが、おばあ、本当におばあちゃん家みたいで、よかった。ウェイティングとかやっぱりね、うん、したいもんね、来ていただけたので、よかった。なんかそういうちょっとゆったりした空間を作ってみるのもいいかもね。うん、あ、すごいいいですね。嬉しいです、うん、すごくいいですね。ありがとうございます。じゃ、ちょっとくつろげるスペースっていうのを考えてみます。あ、なんか本まとまったね。本部でござ貸し出しして、うんうん、私たち集めてんじゃん、ござ、ね、はい、ね、それ、あの、いいですね。自分お笑いの海辺の図書館ではないですけれど、グランテラスの図書館みたいな感じで、オーガニックの本とか並べて。そうですね、はい、もしよかったら、なんか皆さんのオーガニックの本とかちょっとお貸しいただけるとありがたいかと思うんですけど、ね、 そのあたりはいかがでしょうか。はい、やっぱりオーガニックの本ってあるかな。本とか、あ、オーガニックとか環境とか、なんか関連してればいいと思うんですけれども、私も今日実はネイティブアメリカンの本とかそういうのも持ってきてて、はい、アーミッシュの本とかいっぱいあるので、ありがたいです。はい、なんか環境とか今の暮らしをちょっと変えていくような、シフトできるような本とかあったら、当日までにもし貸してもいいよというものがあればお貸しいただけるとありがたいと思います、うん、はい、そうですね、はい、ちょっと探してみます。はい、ありがとうございます。でもなんかコロナで本がちょっと心配なところもあって、待ち合室の本を全部なくしてくださいって県の方では、そうなんですか、病院とかクリニックには、あの、お願いをしたんですよね、コロナの感染の拡大の、あ、言われたから消毒したりとか、はい、じゃあアルコール消毒を置いておきますか。そうです、多分当然置かないと。そうですよね、はい、そういう感じでこう本のそばに置いておいてっていうのはどうでしょうか。どうでしょう、子供コーナーみたいな、前もって、まあ、そうですよね、周りは消毒しておいて、そうですよね、はい、っていう感じだったらどうですか。良さそうな気がします。じゃあそれで、函館図書館で、はい、きっと一人今何冊でも借りれるので、はい、あまり集まらなかったらもう100冊ぐらい借りてきてもいいですよね。大内の図書館もそんな風にしてたみたい。市の図書館で借りられる、市の図書館で、はい、一人今何冊でも本借りれるようになってる。そんなに借りられるんですか。借りられる、10冊くらいはね、確かに。じゃあそう、そして市の図書館でいろんな本がどうですか、小倉さん。市の図書館ですけど許されますか。そうですか。でもなんか無断で置いたらなんか怒られそうかなと思ってちょっと言えなかったんです、私。小倉井の海辺図書館は多分図書館から借りたのも出してたのかなって感じもしますけど、どうでしょう、許されますか、市の所有物ですけど。借りられたらありがたい。どうでしょう、まあ、個人が借りる分には多分借りられるんだけど、それをそういう場合置いといて、置いといて言うのかもしれないですね。公園が出たら許可ですかね、どうでしょう。
夫でしょうか。頼みづらいよね。そうだよね。そうすると、何人ぐらい想定してるかにもよると思うんですけど、ここにいる人で1人2、3冊でもちょっとしかないから、図書館だといろんな本があったと思います。オーガニックの本とか環境の本とか、もちろん SDGs もありますし、いっぱいあるので、どうですか、ひとみさん。市役所に障害学習課あたりですかね。あ、市の所有物なので。そうですね。相談してみて、相談してみます。はい、お願いします。図書館の本を借りて、はい、まあ、っていうところで、はい、また皆さんにお見せしていいかっていうのを、はい、相談してみますので。ありがとうございます。はい、何から何までありがとうございます。できたらすごいです、ね。できたらすごいです。ひとみさん、よろしくお願いします。ひとみさんのおかげです。なんか、ね、これ絶対 NHK 呼ばないと。呼ばないとダメだ、NHK 呼ばないとね。そしたらね、ほんと移動図書館みたいのもね、今後は考えておけるし、くつろぎの。はい。でも、それはちょっとおしゃれな感じですし、ね、楽しそう、すごく。うん、そう、すごく海辺の図書館、本棚がちょっとあったりして、くつろぎの、うん、はい、時間でした。はい、ね、いいスペースになりますね。はい。はい、すごい素敵です。もし、ちょっと誰か、張り付きで管理する人がつけないと、うん、そうだね、一人はね、一人は多分。もう、この頃で聞こえるもんね、ご座敷は。どの本がいいですかって言って、ちょっとアルコール消毒して渡すみたいな人が必要にはなると思います。長くても30分だけ。そうですね、スタッフは、こうちゃんといて持って帰らないように見てる。そういうふうには、ね、はい、したいと思います。カメラではちょっときっちりやると、はい、はい、まあ、でも本当実現できたらすごい素敵、すごいです。実現できたらなんか、はい、素敵です。すごく素敵ですね。すごい素敵な感じなので、ちょっと、ね、借りられなくてもやりましょう。それは所有物だったら、まあ多少 ね、 そうね、あるものを集めて、そしたら、まあ、なんか、はい、消毒して、はい、持っていきます。ファーストこととか一冊ぐらいなくなってもマンションがないっていう感じで、まあ、とりあえずちょっと前向きにぜひね。じゃあ、お願い事ばかりですいません。はい、ひとみさん、いろいろありがとうございます。ひとみさん、よろしくお願いします。助かってます。じゃあ、そうだな、すごいね。ほんまにもなんかいいかな。そう、何か、そうですね、当日一番どうやって広報していくかっていう広報もありますし、今私たちが悩んでることを言えば、やっぱり予算なんですよ。予算、まあ、だから、はい、協賛金じゃないけど、どうやって寄付金を集めるかみたいな。いや、実はその先ほど、あ、ちょっとすいません、ハウリングが、後上が先ほど報告、後上からしてもらったように、ロータリークラブで その発表というか、協賛金を募るっていう、それがコロナの、ね、緊急事態宣言でなくなってしまったので、はい、ちょっとそこをどういうふうに賄おうかっていうのをちょっと悩んでいて、で、まあ、それぞれの企業に声をかけるという言っても、私たちもつてがなかなかないもので、まあ、個人の方々に SNS などで発信して、例えば一口1000円からとか、そういう感じで、うん、協力金をお願いしてみようか。でも寄付金だよね、完全に寄付金になっちゃいますけど。そう、まあ、でその使い道としては、実は子ども食堂さんと、特に子ども食堂さんとか、やっぱり SDGs さんとか、お金をかけたくない、出店料を取りたくない団体さんってあるので、そういうところもそれで賄えないかなっていう思いがあるのと、あとは、音楽と、ダンスの方々っていうのは、プロの方も来てくださるので、ステージでちゃんとやってくださってる。そうすると、
無料、なんて言うんだろう、友達関係なんかで声はかけているものの、やっぱり無料っていうのはちょっとありえないので、そこに対する謝礼っていうこともありますし、やっぱりあの日本ってどうしても音楽とアートにお金をなかなか出しづらい国っていうのは、あの全世界の中で見ても、はい、あのそういう話も聞いてますので、その部分にきちんとお金をかけていきたいなっていう部分もあるのと、あとはですね、あのレンタルテントが、テントをお持ちでない方々のレンタルテントにできれば竹テントを使いたいんですね。あの竹の問題っていうのが環境問題にもやっぱりなってきていて、あの実は酸性化した土壌に竹って生えるんですけれども、あの土壌が今酸性化してきてしまっていて、あの竹やぶがものすごく日本全国増えているんですね。でその問題をなんとかしたいって言って、あの竹伐採した竹で竹テントを作って、それをレンタルしてくださってる団体が、茂木にありまして、でそちらからできればお借りしたいなって思ってるんですけど、そのテントが一張り、持ってきていただいて設置して、で、片付けて撤去、もう持ち帰りまでしてくださって4,400円、一張り4400円するんです。でそうすると出店者さんに4400円をあの負担してねっていう、それもしかしたら1日の売り上げからそれを出すと、野菜だけのお店なんていうのは例えば半分くらいはそれで持ってかれちゃうとか、もしかしたら全額それにかかっちゃうとか、そう赤字、もしかしたら赤字のお店も出ちゃうとかいうことを考えるとちょっと言いづらくって、その部分もなんとかしたいな、それもちょっとやっぱり早めに決めたいなっていうことと、そうですね、今のところはそういう感じ。あとはまあチラシを刷ったり、あの発送したりっていう郵送代も結構かかっていて、で、あのその辺は今チラシの印刷代は風のマルシェで、あの売り上げが出たもので賄えているんですけど、そこまで聞いて、そうでも今後のことを考えていくと、もう本当に、ね、赤字になっていってしまうっていうことも考えられて、でも、ね、自腹を切るっていう状態になっていってしまうかなという感じがありまして、やり始めちゃったらもうちょっと本当に続かなくなっちゃうんですよ。そうなんです、継続を考えるとやっぱりかかる経費だけは、うん、ちゃんとペイできるような仕組みを、うん、最初もね、前回坂本さんが言ってくれたように本当それだけはちょっとやっていかいきたいなと思ってて、そうですね、で、あの虹のマルシェで売り上げが上がればいいんですけど、まあ、もちろん上げるつもりでもう全力で頑張っているんですけど、何せもうわからないことなの でもし本当に上がって、例えばそこで、10万とか利益が、純利益がもし出たとした場合には、もう今後の活動、あのより例えば子ども食堂さんとか中学生のお店とか、利益を上げなくてもいいお店を誘えるようになっていくんですよ。よりそのオーガニックとかいろんな問題かな、いろんな活動支援にも回していけると思うので、そうなんです。あとはまあね、その連携とかネットワークを、ね、強められるよ、ね、そうなんです。とかと、まあ、余ったオーガニック野菜を買い上げていろんなその子ども食堂さんにお渡しするとか、そういう活動とかもやっていけるのかなとか、まあ、ちょっと想像ですけど、まだ想像ですけど、まあ、そういうふうにいろんな活動に回していけるのかなって思っているので、ちょっとやっぱ協力金集めようかって話にはなっています。なんか、はい、そうです。今
はい、ちょっとそこが今一番の、ね、そうなんです。そこどうしようかっていうのを、まあ、よく2人で話している状態です。はい。現状で どのぐらい必要ですか。そうですね、見える化するために、はい、どのぐらいの金額が、はい、最低経費でかかるのかっていうものを、はい、概算して、はい、数字にはしておいた方がいいと思うんですね。はい、はい、大体というか分かってます。必要してるんですけども、はい、テントがこのぐらいでとか、はいはい、あ、テントは22,000円、全体で全部の全部それぞれに分けながら、はい、はい、そうですね、全体で、はい、なんとなくは出してあるので、はい、はい、あ、今は出てはこないんですが、10万ぐらいあれば、はい、って言ってて、はい、アートあと、ダンスと音楽パフォーマンス系で全体で6万くらいあれば今いいねって言ってて、グランドラスに支払う経費がだいたい65,000円弱ぐらいなんですよ。それはもうキッチンカー、ね、出店、グランドラスが事務局、グランドラスに支払わなきゃいけない出店料とか使用料ですね。それがキッチンカー15,000円とかいろいろあって、まあそれをまあ事務局としてまとめてお支払いするんですけども、それの現状だいたい62,000円とか、なんかそれはまあ出店料、出店料ね。で、他、印刷屋とか、もちろんものがあって、そうですね、それでさっき言った竹テントが2万2000円、5針借りて、2万2000円。で、印刷代、これからかかる印刷代とかを、だいたい、それもやっぱり2万円くらいとかって見てると、まあ、それだけでだいたいざっくり、まあ、10万ぐらい。で、だから完璧に、ギャランティーっていうか出演者のギャラみたいなものは今のところはちょっと全然回せる余裕がなくて、それで、だからその経費を考えるとあとプラス出演者、違うあ、まああとでよく、はい、だから出演者さんが一組1万円として、で、組だったと思って、6万円、うんうん、そうだね、そう考えると、ね、うんうん、そこと、だって出店料は売り上げで賄えると私は思ってるから、ね、あ、そうだよね、びっくりした、びっくりした、あ、そうだよね、あ、全体の経費っていう感じで、あ、全体の経費、そうそうそう、それを今言ってたの、その失礼しました、上から、あ、もう全部言ってた、言ってた、今から、はい、全部言ってた、そうですね、じゃあそこの、はい、床をしもうちょっとちゃんと表とかでしっかりして、皆さんに知っていただく、知っていただいた上で協力金を募るっていうことで、10万円とかだったらもう9月30日が締め切りですけど、はい、私がやってるあの街づくりファンド事業ソフトのプレゼンテーションなどもあって、はい、あ、それはって出してますか、書類は今準備をしてます、まだあのギリギリになっちゃうと思いますけど、はい、それ出されて、はい、それで来年度だから、この年は全然先ですよ、いずれにせよこれはもちろん想定はしてるんですけど、あ、そこは将来に向けてはそういうのももちろん申請をして、使えるのって今年度中じゃなかったですか、あれって違う、違う、うん、来年度なんですね、出して来年度です、来年度ですよね、年度申請、来年度からです、はい、4月以降の話なので、はい、申請ですよ、そうなんですよ、今回は子ども食堂に関してはあの予算も見積もっているので大丈夫です。あのテント代とかちゃんとお支払いしますから、あのご心配しないで。ありがとうございます。4,400円結構高いですよね、はい、正直。
でも実は今回本当はそうですね、大丈夫です。本当ですか、そうですか、じゃあちょっと思い切って、じゃあ皆さんにそこ言ってみる。はい。はい。ちょっと気になったのが、例えばそうやって、賄える、賄えないはさておき、その個人の方に SNS とかで協力金を求めるっていうのっていうのが、なんかどうなんだろう、この感じわかる。どういう印象ですか、なんかそのこうなんか例えばこう営利もなんかそのお金目当てに見えちゃうとか、そういうふうに見えちゃったら嫌だなとも思ったんですよ。なんかこうそうなんです、なんかそんなの自分たちで出せばいいじゃんとか思われるのかなとか、はい、なんかクラウドファンディングとかいうことも考えたんですけど、それはそれでそういう会社を使うと、その審査とか、そういうのに時間なり、あとクラウファンの場合は当然その手数料っていうのももちろん取られるし、で結局ちょっともう私たちも準備不足もあるんですけど、いろんな意味でもう1ヶ月しかないので、その審査をしてどうのとかっていうんじゃ、ちょっと11月の頭には厳しい。将来的にはクラファンとか全然そういうのもやっていかないとねっていうのはあるんですけど、まず、音楽家への謝礼っていう部分、もし万が一集まらなかったときはボランティアになってくださるんですか？もし前のことは止まらなかった場合は、としては、売上っていうか利益が出たところでの謝礼をお支払いするとは言ってるんですけど、だからそこは、マストっていう感じではちょっとグレーな感じではそうなんですね、にしてるっていうところは、あるんですけれども、はい、私たちとしては一応プロの方にお願いするので、金額のね、ダンスと音楽の人たちにはグレーっていうか、そう、売り上げが、本当に白紙を出しますって、でもその売り上げの中から利益、純利益の中から出させていただくので、ちょっと今はいくらとは言えませんっていうふうにお伝えしてあります。でもそれで了承を得てるんですね。そうですね、はい、分かりましたって言って、心よく言っていただいてますけど、でもやっぱりそうだよね。そうなんです、皆さん本当プロでやってらっしゃる方ばかりなので、できればお支払いしたいっていうのが感じだし、本当の気持ちです、っていうところですね。なんて言うんだろう、いいよって言ってくれたからじゃあいいじゃんっていうことではやっぱりないんじゃないかなと思うので、それは、できたらですけど、本当できる限りお支払いしたいなっていうのがあります、はい、そしたら SNS で素直に1人1000円ずつ集めたいって、お金が足らないって言って、はい、初めてのことだし、やってみてどのぐらい集まるかも勉強なんだと思うので、はい、使いかけるっていうのはあるよね。言っていいと思います。ないんだったら素直にお金ありませんって言って、1人1000円ずつ3泊くださいって言って、はい、ありがとうございます。なんか、やっぱり客観的にどういうふうに映るのかなっていうのがちょっとあります。100人いたら100人いろんな思いがあると思うんですけど、はい、はい、もちろんもちろん、はい、でもそれでいいんじゃと思います。でそれで共感してくださった方がいいよって言って、もしくはあと当日もボランティア運営でギリギリですって言って、募金箱とか、募金箱いいですね。分かりました、それいい、そうします。はい、ありがとうございます。はい、お釣りとか何か入れてくれるかもしれないし、思い切って入れてくださる方もいるかもしれないし、そうですね、いるかもしれない。ありがとうございます。そうしてみます。そうですね、まず初めてなんで思い切って何でもやってみて、はい、はい、ありがとうございます。
本当子ども食堂を始めた時も、はい、あの食材を毎週月曜日で必ずなきゃいけないので、はい、それはそれはいろんなあのところをぜひお願いしたいって言って、で新鮮な野菜をっていうこともあったので、はい、あの本当農協さんとかいろんなところに歩きましたもん。あ、そう、ない場合はもう素直にないと言って、はい、そうなんですよね。ないで今年の1年間の運営費もあの日本赤十字さん の, あのテーマ型募金っていうのがあって、はい、それもみんなにお声かけて、はい、あの寄付を募りましたので。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。そうで、もちろん全部公表して中身をこうやって使ってますよって言って、はいはい、皆さんに見ていただいて次につなげるっていう形なので、もちろん全然堂々、はい、とないものはないって言って、あのみんなに協力を仰いで1000円ずつでも集まったら大きいと思いますので、はい、100人から1000円いただけたら、はい、それでなんとか10万円集まるの、ね、そうだよね。で前もってね、うん、その内容も出しますけど、その後でね、そ終わった後 の, そのお金の流れっていうのもちゃんと、うん、ね、収支報告も、はい、しようと思ってます、そこは。はい、分かりましたね、ありがとうございます。それがぜひ 次につながっていくと思います。ちゃんと収支報告することで、はい、自分が提供したものがこうやってつながったんだなって思った、じゃあ次の時もぜひこういうふうに使われるんだったら、うん、はいって思うと思うので、はい、勇気をいただきました、今日は。はい、ありがとうございます。進みたいと思います。それで、はい、やりましょう。はい、なんかほっとした、はい、どうしましょう。じゃあそれで私たちもチャレンジしてチャレンジします。ありがとうございます、はい、ちょっと勇気を持って一歩踏み出そう、はい、ね、本当だね。よかったですね、ご相談できて。でも、他に何か、そうだ、あ、そうだ、私ちょっと甲田さんに個人的にというか、そのマルシェのことでお伺いしたかったことがありまして、今いいですか。あの、甲田さんのワークショップなんですけど、ワークショップは事前予約っていうのは受け付けますか。当日来た方で、もう来た方こう、まあ、時間とかも何時からとかそういうのもなく、来た方順番にっていう感じでしょうか。え、はい、大丈夫ですか。1回目何時から、はい、2回目何時からとかじゃなくても大丈夫。うん、はい、わかりました。はい、OK ですか。まあ、ちょっと、うん、SDGs の説明させてもらって。はい。わ、うん、かりました。はい、お願いします。はい。はい、じゃあ SDGs ワークショップはもう甲田さんにすべてお任せ、うん、お任せよろしいですね。はい。ね、なんかあったっけ。いや、なんていうか今日はその辺をみんなで話そうって、うん、どうやって伝えるかみたいな話そうっていうことなので、ちょっと参加者が少ないからみんなの意見をもうちょっと。つまがりがこれ以上広がるのかな。うん、そうだね。あれ、あの出店者から さんから出店料もらうじゃないですか。出店料は売上の 10% っていう感じで、それが収益になるんですよね。はい、そうです。それ以外では何か収益方法っていうのあるんですか。今のところはないですよ、ね、風のマルシェのビビタル一回ですね。2着ぐらいの貯めてるって感じです。現時点では当日だから、あの集客がやっぱ大切になるわけですよね。多くの人に来てもらって、はい、多くの人に購入してもらう、 それが収益になるわけですね、はい、じゃあその集客方法どうやって広報していきましょうかっていうのを今、うん、意見もらったらいいんじゃないですか。ああ、もうだから前回の続きみたいな感じで、ね、これはもう徹底的にやっていかないといけない、うん、どんな媒体があるの、うん、
来てもらえば出展者さんは本当にいい内容だと思うんですよ。なんか、これ見に来たら買いたくなると思う。やっぱり人数がね、集まれば。だからもうここ運営母体が集客しなきゃいけないから発信しなきゃいけないわけですよね、うん、どういうマルシェをやります、でどういうメディアを使っていくか、広報を使っていくか、もちろんネット上で SNS でも広報しますけども、うん、新聞とかラジオとかテレビ局とかあるわけですから、まあ、そういうところどのように利用できるか、うん、また政教さんとかの開放誌なんかにも載せてもらうとか、ニューペーパーにも載せてもらうとか。はい、どうだったんだ。あ、ちょっと、ゴンちゃんが言ってるとユースバさんのことは私は全然わからない。どういう話になってるか。はい。あ、あ、はい、議員さんとの話し会やってますけど、はい。石川と申します。あ、石川さん、来てくださったの。石川さんね、石川さん。はい、今、小山から石川さん来てくださって、小山市でオーガニック給食を石川さん、今、会場の方に来てくださった。すごい石川さんでした。あの石川さんでした。あの石川さんでした。ちょっと、どうもこんにちは。あ、石川さん、ぜひどうぞこちらにお座りください。あの石川さんがやってきたのかもしれない。石川さん。あ、じゃあ、多分近づけるとダメなので、ここに石川さん座っていただいた方がいいかもしれない。石川さん。じゃあ、どうぞ。どうぞ、自己紹介から。驚きです。あ、どうぞ。こちらにどうぞ。こちらから。はい。僕で自己紹介をお願いします。来ていただいて、すみません。ありがとうございます。スペシャル、はい、ここからは石川さんにいろんなためにお願いします。素晴らしい自己紹介。栃木の小山市で主に活動しています。石川と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どういう活動ですか？小山では、学校給食の有機化に向けて、市民の有志で、はい、小山っ子の未来を守る会という会を立ち上げて、市役所にいろいろ要望しております。素晴らしいですね。私たちもそれを学校給食のオーガニック化を目指そうとはしてるんですけれども、いきなり学校給食をオーガニック化っていうのはこの市民レベルでは非常にハードルが高いというふうに思って、まずはオーガニックマルシェをやろうというそういうところで今進んでるんですけれども、はい、いつからされてるんですか？小山っ子の未来を守る会を立ち上げたのは去年の今頃ですね。あ、すごい。まだ若いんですね。私たちと同じです。はい、私たちもその議員さんとの話し会を始めたのはちょうど去年9月で、今日が1周年ですっていうお話をさっきしたばっかりだったんですよね。やっぱりなんかそういうオーガニック化のウェーブっていうか波は来てるんですね、やはりね、うん、ね、まあ、そうですよね、うん、日本はちょっと遅れているかもしれないです。そうですね、うん、現在の小山の市長である浅野市長はオーガニックに関してすごく理解のある方だと思うんですけども、どうでしょうか？その通りです。市長選で浅野さんが市長になったので小山っ子の未来を守る会を立ち上げた。あ、そういうこと。順番的に、はい、ね、先日黒川さんとかが主催を出して、まあ、石川さんもいたんですが、講演会の方で飯焼先生と山田先生がいらっしゃった講演会で、まあ修行法に関する、まあ、種はだ、種子は誰のものの映画鑑賞会の方に僕にも参加させていただきまして、それはそれは。鑑賞させて
いただきました。小山の方はですね、すごくそういった自然というか持続可能というか、そういうふうなところに大変懸命に動いている市民の方がたくさんいらっしゃいまして、すごく勉強になる見てるんですが、これからどのような活動をしていくかということもちょっと教えてください。近々で、はい、近々でもないか、12月の11、12、土日なんですけども、はい、小山市の役所が主体なんですが、はい、菜の花サミットっていう、はい、全国規模の、はい、催しがあります、はい、もうすでに、参加者募集が始まってるんですけども、はい、その菜の花サミットの分科会の5つある分科会の1つに、はい、食と農業の農、はい、の分科会がありまして、はい、その分科会の一応司会進行私と、はい、四つ葉政協の会長のトミーさんの2人でやるんですが、はい、その分科会の先生方、はい、5名かな、はい、地元では日本の稲作を守る会の稲葉先生の後を継いだ、はいはい、立野さん、はい、それ地元は立野さんですね、それから、はい、遠くは愛媛県の今治で、はい、学校給食の大きく有機化にすごく活躍された、はい、名前忘れちゃった、誰だっけ、まあ後に名前が出てきた、はい、それと今現在千葉のいすみ市で取り組んでいるサメタさん、はい、それから、サメタさん123、それから、メダカの学校の代表の、はい、もう名前が出ないな、大丈夫です、名前が、はい、あと世界の食事情を、はい、一番掴んでいる、はい、陰薬さん、陰薬先生、はい、が、発表者なんですが、はい、その何だろう、分科会を受けて、はい、小山市は多分、はい、何らかの形で有機化のアピールがあるんだと思っております、はい、学校給食ですね、はい、学校給食の、はい、これが終わった後に、はい、ただ政治的な動きが、はい、浅野さんは、はい、いわゆる体制側でないので、はい、議会対策が多分かなり大変なのだと思います、はい、でそういう背景、私も元行政の中で仕事してきたので、はい、よく分かっているので、はい、市民からの、はい、盛り上げで小山は、はい、動こうと思って、はい、います、はい、まあ、そんなところで、はいはい、場所はどちらで、市役所と文化会館を使って、はい、12月の11、12は、はい、はい、分かりました、うん、石川さん、はじめまして、茨城県議会議員の志田恵美子と申します。はい、はじめまして、小山の市議会議員の青木光子さん、はいはい、浅野市長のことを応援してくださいということで応援させていただいておりました。実は明日山田先生がですね、筑西市にいらっしゃるんです。山田先生が、はい、なんで山田さん、分科会が違うんですけど、はい、菜の花サミットの発表者の一人です。あ、はい、明日筑西市に来るのは何でしょう。福島のピッチャーの応援のためで。明日筑西に山田さん来るんですか。そうなんですよ、実は。何しに来てるんですか。そうなっておりまして。
じゃあ食の安全を守る人々の映画の関係ですかね。そうです、その映画会の上映もして、はい。どちらでですか。あ、モダです。モダの公民館。モダの公民館。モダの公民館。なんだびっくりした。福島のゆきさんの応援で、何してるのって。何の応援ですか。あ、衆議院議員の選挙がもう間もなくご存知で、うんうん、あの山田先生、民主党時代に一緒に活動してた、あ、今はあの候補者になっている福島信行さんの応援のために、映画を見てで応援をするっていう形で来られることになっております。うん、そしたら上映会予定しております。何時ですか?1時からモダの公民館で。行きたいけど、伺いたいところなんですが、私はちょっと怖い。そうなんです。ソーシャルディスタンスを保って、はい。はい、やる予定でして、はい。はい、私はちょっと東京から来たお客さんが来てしまうので、舘野さんの、あの、元禄楽園をご紹介するんですよ、1時からちょうど。そうですか。そうなんです。残念すぎます。誰か行けません。コロナ禍っていうのもあって、その、はい、まあ、映画ってこう密になりやすいから、ね、あまり大きく PR はしてなく、ね、あの、はい、小さく小さく、はい。はい、ちょっと分かんないです。いけるかもしれないです。これ多分この映画僕見ました。これも小山で。ね、小山で見たい。同じ時だと思います。はい、私も伺いました。はい、山田さん来られた時に、はい、講演会をお聞きしました。すごい。どうですか、モダ、モダ、行きますか、じゃあ。はい、モダステップ。モダ。見ていただけるようでしたら、あの、本当、コロナ禍でもあるので、ちゃんとお名前とか、あの、一応、ちゃんと登録することになっているので、はい、教えて、あ、お伝え、あ、私の連絡先をお伝えしてもらってもよろしいですか、来てくださるという人いらっしゃるんですか。はい。高代ちゃん、高代ちゃん、直井高代ちゃんですよ。あ、お久しぶりです。ここにいます。そう、あ、お久しぶりですよ。明日、志田さん、はい、背景っていうか、固定になってるよ。そう、固定になってるから、動かないから。カメラオフになってるからね。そうだから、常に凛々しいし。なので、この直井高代ちゃんが言ってくれる、そうなんです。すごい嬉しいです。じゃあ、まだのね、COP 代表して、はい、直井さん行くので、はい、お願いします。わかりました。モダの公民館です。あの、私の携帯伝えてもらっていいですか？あ、わかりました。迷子になって入れなかったりしたら申し訳ないので。そうです。公民館って、はい、ちょっとわかりました。小さそうだよね。モダって本当田んぼの真ん中にある小さな公民館、セブンイレブン、深見のセブンイレブンを北の方に行くとあるんですけど、うん、でもちょっと、はい、畜生の中の田舎の方です。いや、なんかびっくり、そんなところに来るん、風の家より田舎です。それはぜひ、じゃあ山田先生と福島のみゆきさんと挟まれて写真が綺麗に本当そうだね、そう、それはだってちょっと COP の、あの、ホームページじゃないや、 Facebook から発信しないといけないし、あの、石川さんにちょっとお聞きしたいんですけども、はい、石川さんもあのマルシェやってると思うんですが、はい、今日もやってきました。月に何回やってるんでしょうか。今日の、あの、撮影は月に1回なんですけども、はい、別のところで毎週、はい、あ、毎週日曜日、出演されてるんですか。そうです。私しかいないんですけどね。あ、打ってみて、はい。すみません、ごめんなさい。ちょっとマイクをが、マイクがオフになっちゃって。すいません。月に1回のマルシェはどこでやられてるんですか。小山市の、はい、
小川屋コーヒー店というところですね。週1回やってるマルシェは、これも大山なんですけども、大、はい、山の犬塚というところに、はい、音楽館っていう、はい、なんていうんだろうね、あのコーヒー店があるんですけど、はい、そこは毎週日曜日。日曜日、はい、あの石川さんがそもそもそのオーガニックを興味持った理由というのは何でしょうか。10年ぐらい前に、はい、タニタっていう、はい、食のあの、なんて言うんだろう、健康器具とかを扱っている、はいはい、うん、そこのアドバイザーみたい、はい、管理栄養士が、はい、若い女性なんですけども、はい、いらっしゃって、はい、その方の講演を聞いたのが、はい、食の安全に気がつくきっかけでした。はい、それで、はい、まあ定年退職したら、はい、その食の安全を広める活動をしようと思って、はいはい、そんな取り組みを、はい、あの、はい、始めて、はいはい、今に至っています。その食の安全性ということは、食が今危険な状態にあるということだと思うんですけども、どのような話、まあ、管理栄養士だから、栄養学的な話と、はい、まあ、体にいい食はどういうものかっていうような話が主だったんですけども、はい、まあ、いわゆる、自分の口から入れたものが体を作っているというような、はい、シンプルなお話だったんですけども、はい、まあ、それがすっと私の心の中に入って、はいはい、職業が、はい、私教育の分野の行政職だったので、はいはい、そのいかに生きるのかっていうようなことを、はい、市民の方に、はい、悔いがない人生はどのような生き方なのかっていうような話をしていたんですが、はい、もっと身近な問題で大切なことがあるっていうのが気がついて、はいはい、この活動になっております。学校の先生ですか？いやいや、教員ではないんですよ。免許はあるんですけども、はい、まあ、学校関係、教育の現場で、はい、まあ、教育委員会の、はい、中の事務局で、はい、仕事してましたね、はい、じゃ今はもう食の教育というような形のアプローチの仕方で、まあ、そうですね、はい、それなので私、はい、販売活動でも、はい、物だけ売ればいいっていう考え方じゃなくて、はい、対面で会話をしながら、はいはい、販売にこだわってます。はい、それは、私たちの、その、対話とコミュニケーションが大事ですね。感じてます。やっぱりスーパーとかでは、農薬使ったりとか、添加物があったりとか、はい、まあ、とても、なんていうか、安全でない食品というのがたくさん売ってると思うんですね。で、どこで安全なものを購入したらいいのかとか、でも購入することがないから、まあ、市川さんなどはそのマルシェを開いて、安全なものを売ってるという、うん、まあ、うん、そうですね。日本どう変えていったらいいでしょうか、これ。まあ、そのやっぱり食がさっきも言ったように自分の体を作っているっていうことの意識づけ、をしていただくのがやっぱり、はい、基本的なことだと思って、はいはい、私は会話をしながら、はい、会話をしながら販売しているっていうこと、そういう説明をしながら、はいはい、福
深い理解を促しながら販売をしているということですね。やっぱり小学生、中学生、高校生とかそういうような、まあ、学校給食であまり安全でないものを食べているっていうことは、成長の過程で何かしら良くないことっていうのはありますよね。うん、そういうのをやっぱ変えたいっていうのが、やっぱ親も子の未来を変えるっていう取り組みであると。はいはい、で、まあ、近々その朝の市長が何かしらのアクションを出すような。そうですね。また菜の花サミットの話になりますけども、はい、各分科会にですね、はい、市の職員が2人張り付いてるんですね。はい、それなので、はい、市の職員の方の意識が急速に変わってきてます。はい、なるほど。それはもう、はい、実感してます。いいですね。それもちろんこういう感じに系統してるってことですよね。はい、すごい。素晴らしいです。小山では渡良瀬遊水地っていうのがあって、コウノトリの保全っていうので、はい、まあ、コウノトリの個体数が少なくなっている原因として、まあ、農薬があるのではないかということで、まあ、農薬を考えるっていうような取り組みしてると思うんですけど、それにも関わってはいないんですね。そこの部分は関わってないんですけど、でも小山市全体としてはやっぱ農薬の危険性というものは、はい、認知したような活動広くやってると思うんですけども、はい、菜の花分の、はい、サミットの分科会で、はい、コウノトリの問題も分科会の中にありますので、それから浅野さん専門は、はい、自然環境を、はいはい、考えたまちづくりで、はい、あるので、はい、まあ、そんなまちづくりの分科会もありますので、はいはいはい、とても楽しそうなって興味あるような。そうですね、私も食の 分野の司会進行をやってる場合じゃないぐらいの、はい、他の魅力的な分科会がたくさんあります。はいはい、すごい。これはちょっと聞いてみないと、ね、まあ、その分科会の中で、まあ、職を代表して、まあ、いろいろ勉強会の方をやられるということで、はい、どのような形でこう日時とか広報活動は、小山市のホームページで、はいはい、アピールしてて、あ、そうですか、あと、はい、募集も、はい、市が担当してますので、あ、そうか、はい、石川さんもフェイスブックとかやられて、あ、私も周知に協力して、はい、フェイスブックで上げて、PR してますけども、はい、じゃあちょっとフォローさせてください。ありがとうございます。申請させてください。畜生オーガニック、そうですね、私たちも、宣伝しましょう。あとですね、ちょっと今もう一人宮崎貴子さんが今帰ってきてくださって、宮崎貴子さんは、あ、自己紹介をいいですか。紹介ですか。はい、はい、あ、すいません、茨城県結城市に住んでおります、宮崎と申します。オーガニック、まあ、風の家さんの方で活動されているところにちょこちょこと顔を出させていただいてます。オーガニックにつきましては、ドイツ IOB というレムケ夏子さんとおっしゃる方の、スクール終了いたしまして、それで、はい、今これから活動していくところにあります。はい、ごめんなさい、ちょっと来客なのでまた、はい、ごめんなさい、ありがとうございました。ありがとうございます。彼女は有機質で桑の木を育ててまして、桑の実でジュースとか、はい、でそれを販売、すごい可愛い素敵なパッケージにして販売されてます。そういう活動をされています。すごく女性にね、いいって言って、栄養素が。それを皆さん飲んでいただきたいって言って、広めていらっしゃいます。石川さん、これ。あ、そうです。じゃあちょっと先生、はい、今、石川さんいらっしゃった。なんか、ちょっと前まで用事してたんですけど、ちょっともう、
全然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 崩してください。時間だから時間が遅いからもう入らないって言ってたんですけど、石川さん来たから入った方がいいって言って来てくださって、はい、ちょっとご紹介しました。びっくりした。今日のこのお話しの情報っていうのはFacebook です。 Facebook で、はい、ありがとうございます。参加って押してくださってました。すいません、はい、ちょっと全然招待を送らせていただいて。あ、そうだな、ありがとうございます。農業って販売されてるって、具体的に今日はちなみにどんなものを、ナルシェルは売って販売されてたんですか？いろいろ。お野菜全般ってことですか？はいはい、じゃあ、そのもう土壌も有機にされてるっていう畑、まあ、いわゆる何も使わない自然栽培。そうですね、うん、すごいな。今の季節ですと、どのような野菜が取れるんですか？今うちではオクラ、かぼちゃぐらいです。他の農家さんの野菜とか。そうですね、私が食の安全の基準は、はいはい、化学物質を使わないこと、はい、だから農薬、はい、化学肥料、動物のうんちを使わないのが私は一番安全だと思っているので、この基準で栃木県内の農家さんから、はいはい、あの譲り受けています。山市内って有機農家さんが多いんですか？いや、そんなことはないですね、私の基準に合う農家は私が知ってる範囲で 3、4人しかいない、はい、自然農っていうと土を作っていくという考え方。そうですね、はい、あの作り方とか特にやってることというのはありますか？まあ、とにかく化学物質を使わない、いいことにこだわっている。あの耕したりっていうのはしますか？耕してます。草とかはどうですか？草はあの私は販売活動が はい、やってるもんですから、はいはい、もうほったらかし栽培に、はい、近い状態に、はい、恥ずかしいですけどね。それあのそんなになった、はいはい、で特に今年はね、はい、雨が多かったので、はいでね、草がすごいですよね、成長が、はい、すごいですね、はい、オーガニック給食を小山市で進めていった時に、はいはい、その食材の準備っていうのが、まあ、農家さん少ないとか、そうですね、うん、これから市役所の農務、はい、担当部署が、はい、どんな補助を導入して、はい、有機農家を育てていくかっていうのも、そうですよね、大切なことです、はいはいはい、まあね、生産がなければ有機化に結びつかないので、はい、そういう取り組みも行政の方で、はい、やっていただけるんだと思います、はい、でも行政が作った野菜を買い取るっていうことですよね。そうですね、年間を通して、はいはい、やっぱりオーガニック給食化っていうのは行政との連携が必要っていう、うん、それは農家を育てるときに、有機化に向けての補助が欠かせないことだと思うんですね。ね、だからやっぱり行政が絡まないと、はい、有機化に向けて、はい、農家を育てていく、ね、はい、ということはかなり、はい、行政が関わらないと難しいと思います。ですね、で千葉県のいすみ市というのはそれに成功している事例だと、ね、いうことですよね、はいはい、でその菜の花サミットにはいすみ市も来るということですね。そうです、はい、今、
議会議員の志田玲子さんと、あとこちら、筑西市議会議員の小倉ひとみさん、はい、お二人いらっしゃってるんですけど。ひとみさん、地区選手としてはどうなんですかね、その勇気っていうか、その農あの勇気かっていうか、まあ、給食はともかく有機農業への理解か、あの私たちあの前もお話したかもしれないですけど、北つくばにお話を通そうと思って行ったら、もう全然登録者いないから、お好きにどうぞぐらいの感じで言われて、えみこさんに聞いていただいたら、聞いていただいたらっていうような現状があったので、市としてはどうなのかなっていうのは、ふと今のお話の流れで思ったんですけれども、筑西市の農業の取り組みっていうか、有機化っていうか、オーガニック化っていうか、給食ね、オーガニック給食っていうようなこと、まあ、みじんにも議題のテーブルにすら上がらない、まあ、そ誰かが上げられて上がらないでしょうけど、関心は全くない、そんな感じなんですかね。そうですね、筑西市のオーガニック、農業でのオーガニックとかも、特に、市としてのオーガニック化に対する補助金とかそういったものはないですね。はい、そうですよね。はい、大体農業関係の補助金ですと国や県のものがほとんどで、あの市独自でやってる補助金というのはほとんど農業に対してはないのかなっていう、うん、はい、そうですね、うん、じゃあその例えば給食、オーガニック給食について考えるとかって言ったら、市じゃなくてやっぱり県に、いきなり県にというか、そういうふうにそのアプローチの仕方としてはそっちの方がいいということですかね。うん、給食だけを考えたときには、あの市区町村 の、 あの学校保健課などが担当するので、給食各市町村の給食の中身を考えるときは県はあの最終的に決断できないんですけれど、うんうん、その農業予算の中で茨城県で新規就農でオーガニック野菜を作ってくださるって方へは手厚い補助がございます。もし新規就農でオーガニック農家の方、農業者になってくださる方に関しては、 あります。学校給食の内容に関しては、以前障害者の方が作ったパンを学校給食に入れてほしいという要望があり、あの県の方に相談したところ、最終的な決断は市区町村がその給食を入れるかどうかの判断になるので、県としては助言ができるけど最終的には市区町村判断になるっていうことで、龍ヶ崎とかいくつかの市町村は必ず障害者の方が作ったものを、はい、入れるとか、そういうふうなあの取引をしているところもあるみたいです。なので、うん、オーガニックのものを、例えば今回のコロナみたいな時に、今回和牛の日立牛がすごく余ってしまったんですね。そういうものを県が買い取って県内すべての学校給食に入れますっていう、その臨時的な措置、あとあの東日本大震災のあと風評被害で野菜が全く売れなくなってしまった時に、茨城県産材を県が買い取って県内のすべての学校給食に入れてもらうとか、そういうことはあるんですけど、じゃあオーガニックもやれるじゃないですかという話もちょっとしたんですけれど、3.11 もその日立牛を買い取るに関しても、あの国庫支出金の国の予算を県もあの大部分使っていることもあり、うん、オーガニック食材を県がじゃあ買い取ってやるかっていうと、今の感じだとちょっと厳しい感じがあります。本当に独自の学校給食無償化にしている地域も、まあ、小さい町とかではありますけど、うん、本当に市町村判断でやってるので、はい、ちょっとそうですね、今の茨城県の雰囲気は、しかも学校給食費が全国で一番安いんです、茨城県が。
ひどい話で。高くしたいのになかなかその反対なども不安もあり、なかなか実は増やせない茨城県でもあるので。あ、そうなんだ。厳しいけれど、でも諦めず問題提起していくことはとっても大切なので。はい、はい、そうですね。諦めずにやっていくことが私重要だと思ってます。市民からの突き上げっていうのは、そうですね、市民からの提案もすごく重要になってくると思うので。はい、そうですね、地道な活動も。やはり学校給食等に関心を持っているのは、お母さん方だと思うんですね、保護者の皆様。で、小山市とかではそういうの保護者の皆さんとかママさん方のこういうふうな連携とかっていうのはどうなってますか。まあ、小山っ子の未来を守る会の会員は、はい、ほとんどがお母さん、ママさんですね、はい、方ですね。ですよね。はい、やっぱ子どもの健康っていうものを考えて、そうそうですね、提案、はい、活動っていうのはどういうふうにされてますか。その皆さん、会員の皆さんの活動みたいなの、はい、まあ、役員会が月に1回開いてまして、はい、できる範囲でその役員会の時に勉強会を公開でやるようにしてるんですね。まあ勉強会はもう私中心になっちゃうんですけども、まあ、あと副会長に女医さんがいるので、はい、その方と私ぐらいですかね。まあ、あと浅野市長を講師に迎えたり、まあ、懇談会のような形でね、はい、意見交換会もやっております。先生、この会員は何名ぐらいですか。今、そんなに多くない、70名ぐらいじゃないですかね。多いですね。いやいや、どんどん増えるといいですね。会員は、はい、市民、小山市民に限定してないので、賛同してくれてる近隣、はい、近隣の方とか、はい、県内の、はい、私たちもなれるということです。なれます、もちろん。はい、で、これは入会の会費とか500円です、年会費。年会費500円、はい、そういうのもいいですね。そういうふうにして、どういうふうに。ただ、陳情とか要望とかがある、はい、わけですよね、はい、活動してると。はい、私たちは要望書を出したこともあるんですけども、はい、その署名は、はい、法廷の、はい、要望に ならない形で要望の活動をやったんですけどもね、はい、それは法廷に合うような形で、はい、市民の方限定で署名を集めました。はい、はい、署名活動っていうのはちなみに、だから学校給食の有機化と、まちづくりの中で除草剤を使わないまちづくりに取り組んでくれっていう要望書を、はい、もう会が立ち上がった時にすぐにやったんですね。素晴らしいですね。それはなぜ今頃の時期に立ち上げてやったかっていうと、はい、役所の予算編成って秋に、はい、固まっていくんですよね、はい、それに間に合うように要望を出したものですから、はいはい、立ち上げてすぐにやったのでちょっと大変だったですね。署名とかそういう、なんて言うんでしょうね、法的なそういう活動も連携してやっていくの大切ですよね。そうですね、まあ、民意を表す、はい、ことはやっぱり必要だと思うんですよね。署名集める期間っていうのは限定されてるんですか。法的には法的な有効の、
陳情書とかでは、あの、決められています。そうですか、はい、じゃあやっぱりそこに向けてきちんとやった方がいいですね。そうですね、うん、それはきっと、各市のホームページかなんかに規定が載っていると思います。はい、はい、わかりました。その方向もちょっと、ね、そうだね、はい、ちょっと署名っていうのは確かにあるね、うん、民意を反映する、はい、マルシェで署名を集めようかって話もちょうど昨日話をしてたところだったので、お話聞けてありがたかったです。まあそうですね、あの、仲間を増やす意識づけっていうかね、はい、そういうことも、うん、まあ会員限定でなくて、はい、公開で。ズームなんかも使ってやってらっしゃる。今あの役員会自体が、あの、集まり、に集まりにくいので、はい、ズームでやっています。うんうん、方向もやらないとね、さっきちょうど話出てたばっかりなので、ね、どんどん話がつながってきたので、はい、そういう方向でちょっとやっていきたいなと思います。そうです。そして小山氏とも何かこう連携して、ね、連携して、はい、一緒にやっていけることができるのに、協力もね、はい、ぜひぜひ、うん、こちらこそよろしくお願いします。本当にちょっと突然で嬉しい驚きでびっくりしちゃって思ってありがとうございます。素晴らしいスペシャルで、思いかけないゲストで本当にありがとうございます。はい、飛んでまいります。よろしくお願いします。小山の活動には勇気をね、いただいているので、ありがとうございます。はい、まあ、というわけで時間が、あの、もう過ぎてしまいましたが、皆さん本当に今日ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあもう、あの、次は10月30日もうマルシェの直前になりますが、直前だけど、あの、普通に予定通り、10月30日の15時からまた開催させていただきたいと思いますので、また出展者さんも、できるだけね、もし参加できたらという形で、もう明日から出展者さんにも送り書きを始めたいと思いますので、はい、それでは皆さん今日はありがとうございました。じゃあ引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お世話になりました。本当にありがとうございました。お世話になりました。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、また来月。失礼します。